ツイキャスはそのまま継続してます。はい、スタジオ用に変えます。あら、ね、おばさん、なんで見てくれてるの8、7、6、5僕はどうすればいいのだろう。ずっと名前呼ばれてますよ。ジーザスコーリングユー。皆さん元気ですか。時刻は午後6時を回りました。お届けしている曲はサムエルのイエス様がいれば大丈夫です。皆さんこんにちは。宜野湾聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユー第76回目の放送です。パーソナリティの栗生緑です。今日もよろしくお願いします。今日どんにゃこさんありがとうございます。この番組は身も心も疲れてしまっているあなた、生きている気力がなくなってしまったあなた、なぜ生まれてきたのか全くわからなくなったあなた、とても急いで助けを求めているあなた、そんなあなたのための番組です。30分間どうぞお付き合いください。まずはじめに宜野湾聖書教会キム・トンヨン牧師をご紹介します。キム先生は韓国の広州にある大きな教会の牧師のご子息として成長されました。ある日日本で宣教しなさいという神様からの命令が下ったそうです。キム先生は韓国を後にしてこの命令に従順されて1994年に来日されました。そして日本語を一から一生懸命勉強されて1998年からは沖縄に移られて宜野湾聖書教会の牧師となられ、神様からのあなたへのメッセージを日本語で毎週語り続けておられます。自己紹介をお願いします。はい、こんにちは。引っ越しが苦手なキムですよろしくお願いします。はい、そして今日もこの番組を支えてくださるミキサーは FM ギノワのできすぎた男キャンさんです。自己紹介をお願いします。はい、本日暑いはずなのになぜか厚着をしてきてしまったキャンですよろしくお願いします。ありがとうございます。私は沖縄に来て、9年ですけど13回引っ越しをしたクリューです。今日も、今週ですね、こんな3人でお送りしたいと思います。さて今日のテーマはサラの死とタイトルしました。あなたずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユー。まず今日の聖書箇所をキャンさんに読んでいただきたいと思います。創世記23章1節から4節をお願いします。はい。サラの生涯、サラが生きた数年は127年であった。サラはカナンの地のキリヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために痛み悲しみ泣いた。アブラハムはその亡き人のそばから立ち上がり、ヒッタイト人たちに話した。私はあなた方のところに在住している寄留者ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば死んだものを私のところから移して葬ることができます。ありがとうございます。ではキム先生、メッセージをお願いします。はい、こんにちは。今日は、サラの死ですけど、死について話するというのはね、とても難しいところもありますけど、教会で、特にキリスト者の死について語るとき、天国に移された、引っ越ししたという表現をよく使います。すなわち死んだら全てが終わりじゃなくて、私たちは永遠の御国に引っ越ししていく。また聖書の違う表現ですると、神の御国に勝利をして戦いを終えて凱旋するという。
聖書の中ではキリストの中で死の日度について神様の約束と祝福が聖書がたくさん記されています。それで聖書はキリストの中で眠る聖と寝ているという表現を使っているんですよね。死んで終わりじゃなくて主にあって寝ているという、主の御国に入る、それで永遠の安らぎ安息を味わうということです。今日はアブラハムは愛する妻サラが亡くなりました。それでサラのために墓を準備します。教会行ってる人もお墓を作るのという、そのように思う人もいる。しかしお墓を作る、今は特に昔と違う意味で、今日はサラが亡くなってアブラハムがお墓を準備する、そのような内容を分かち合いたいと思います。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。とても長いですね。アブラムが神様の御言葉に従って安定した本当に豊かな環境の生活を放棄してアラノに出て、もうどこへ行くのかもわからないまま出ていくとき、サラはそのアブラムと共についていた妻です。長い間神様の約束の御言葉をアブラムを通して聞いて、しかし残念ですけど漱石のずっと見るとき、サラはアブラハムが2回も私の妻と言わないで妹と言ってくれ、そしたら私が守られる、私が助けられる、そして2回も奪われた経験がとても悲しいことであり辛いことだと思います。しかしサラはアブラハムを主と呼びます。それはサラがアブラハムを絶対的な存在という意味じゃなくて、神様がアブラハムとして示してくださるその後ろにおられる神を見て主と呼んでいるということです。イサクを産むとき、私たちはサラは信仰の母になったという話をしました。信じる人のすべての母のような存在である。そのサラがアブラハムが一緒にずっと旅をして127になってイサクを産んだのを見て経験して亡くなりました。サラの出てきた戦いは何でしょう。最後まで待つことです。アブラハムの信仰に従って旅を出て子供が与えられる、いつですか、また給仕の時にもまだ長い間待たないといけない。しかし神様はサラをすべての信じる人に母にする、それはずっと待ち続け耐え忍んだということです。またサラの死が意味するのは何でしょう。人間が生まれると誰でも死にます。しかし特にサラの死をとして私たちは覚えることは、自分の霊的な戦いを終えて神様の前に永遠の御国に帰るということです。ああここで終わりじゃなくてピリオドで終わるのではなくて、しかしサラは神様の御国に入って永遠の命を持って神様との交わりがあるということ、イエス・キリストを信じる人の特権は何かすると、このサラの死が私たちに教えるように、今まで私たちは死んだら終わりと思った私の人生が、神様の恵みの中でイエス・キリストを主として告白した、その信仰の人は、永遠に神の御国で住むという。だからキリスト者の死は希望があり喜びがあるんです。
別れる寂しさがあり、本当にいろいろ悲しみもありますが、今日聖書を読んだようにアブラムはとっても悲しんで涙を流します。しかしそれは別れる悲しさがあるけれど、そこには希望があるということです。永遠の安息があり、神様の御国に移される、その最高の祝福があるということです。さらにはまだ成就されていない約束があります。それはイサクの子孫を見ることです。サラとアブラムはイサクの子孫を待ち望みます。しかしサラは見ることなく死にます。しかしサラは死んでもそこで栄光の子孫に出会う。それは後に来るアブラムと旅での子孫であるイエス・キリストを見ているということです。仰ぎ見ているということです。イスラエルたちがエジプトから出てカナン地に入ることができない理由は何でしょう。彼らたちは神様の約束、神のその約束の御言葉を疑いました。本当に私たちのような小さい力でこんな巨人のような人と戦ってこの地を攻めることができるんでしょうか。もうこれは無理無理、エジプトに戻ろうと言い出し戦いから逃げようとします。その信仰の戦いを全うするサラは神様の栄光を受けますが、その戦いから逃げる人は栄光を受けることができないということです。信仰は先週話したように神様の約束の御言葉を握ることであり、信仰は戦うことです。私の力で戦うのではなくて、創造主の神様、全能の神様が私を用いて私戦いを命じるとき、主はすでに勝利を宣言してくださいます。その勝利を戦いを勝利の戦いをするということです。今日アブラムはサラのために葬儀を準備します。今だったらどこの葬儀屋さんに電話したらいいのか、前もって準備した方が良かったのにとかいろいろ考えるかも。2節のところを言いますと、サラはカナン地のところです、亡くなってヘブロンで死んで、アブラハムはそのサラのために本当に泣いて、しかし泣くだけじゃなくてそのサラのために立ち上がります。悲しみつらい、本当に涙を流しながら、寂しさがありますが、アブラハムはサラの死を尊く思い、サラのためにお墓を作ることをします。しかし創世記中2章から出てきて、アブラハムは今まで神様があなたの子孫が星のように砂のように増えるよという、あなたに土地を与えるよと言っているのに、サラが死ぬまで一粒の土地も持っていないということなんです。神様いつくださるんでしょうか、いつでしょうか、ずっと待ってたのにまだ。しかしアブラハムはそこでサラのためにその地域に住んでいる地元の人に声をかけます。神様が土地を与えてくださると約束したから、この土地をただいで譲ってくださいという言うのでありません。三節の四節のところを見ますと、アブラハムは死者のそばから立ち上がってヘデ人たちにつけて、私はここに居留している異国人ですが、死ぬの墓地を私に譲っていただきたい。今日読まなかったんですけど、その後はそのお金を払うやり取りまでするようになります。アブラムはサラの墓を作るために
ヘテ人から土地を買うことを決めます。アブラムの提案を聞いたヘテ人たちはとっても意欲的で愛を持って、いやいやどこでもいいからあなたが好きな場所を選んでそこに墓を作ればいいよ、土地にすればいいよ、もうここもいいしあっちこもいいし、みんな提案してきます。しかしアブラムはそのヘテ人の優しい提案を、ああそうですか、そしたらちょっと言葉に甘えて私はここでちょっとお墓を作りましょうね、作らせてください、そのように言うのであります。アブラムはそこで異国人ですが認められて、みんな尊敬されて、どうぞどうぞというように、創世記中二章でアブラムは祝福の根源である、その使命を果たしてきた結果、周りからみんな献身的に支えられました。しかしアブラムはそこで言葉に甘えてただでもらうんじゃなくて、衆のポチをするために十分な値を払うという、ただでもらうんじゃなくてお金を払ってちゃんと買いますから売ってくださいと言います。なんでアブラハムはもうただで譲ってくれるというのに買おうとするんでしょうか。その土地を買う理由は何でしょうか。神様がこの土地をイスラエルに与えると約束したからです。それはアブラハムはサラの平凡な死で終わるのでは、サラの死が神様の約束を気をもて忍耐した、その約束が成就される、まず一つの壺、約束の印としてその墓地を備えようとするということです。神様はその墓地を周りからみんなただで開けるという、しかしアブラハムはそのことじゃなくて自分で買うという、それは神様の約束の御言葉を握ってアブラハムの土地です。後にアブラハムもその墓地に入り、そのイサクも墓地に入るように、それを備えるということです。私たちはこの世の中で信仰によって歩んだ証拠を残す必要があります。私はこのような人生、この世の中で何をたくさん作った残したじゃなくて信仰の証拠です。アブラハムがその墓地をするのは神様の約束の御言葉を握って歩む、その信仰の証拠を残すということです。パウロは自分の死の目前に自分の走る道を全うしたことを告白する幸いな人でした。私たちはこの世の中で成功したか成功してないかじゃなくて、私たちが死を迎える時どのような死を迎えるか、神様に認められるし、神様に受けられる、神の御国を相続する、神の御国に入る、そのようなサラのように、私たちもその人生を歩み、最後には天の御国に入ることを願います。私たちはこの世の中で何を持っているか、どんな名誉があるか、いろいろ判断されます。しかしアブラハムはそのサラのために名前を残すんじゃなくて、神様の約束の印として墓地を、お墓を準備するということです。御言葉をまとめたいと思います。サラは127歳に亡くなりました。そのカナン地に入るとき何にもない、死ぬときも何にもなかったとき、モーセはそのサラのために神様の約束の地カナン地に墓地を作るのを見ます。私たちは永遠の神の御国を仰ぎ見ながら、私の死をどのように迎えるか準備する私たちになりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ではキャンさん感想お願いします。いや愛する奥さんのために、
あのお墓を用意するってなんか現代にもつながるようななんかすごい素敵な話だなって思うんですけど、沖縄の人たちもお墓ってすごいあの特別なものなので、うん、そういったものがもう何千年も前からこうやって大事にされてたっていうのを思うと、うん、やはり少しなんかロマンというかなんかいろいろ思うところがありますね。ありがとうございます。私はあの去年の暮れから実はお墓の会社で仕事をしています。でなんかあの墓沖縄のお墓って内地よりも明るいイメージがあって、なんか建立した時はなんかパーティーじゃないけど盛大にお祝いをしたりとかするので、はい、なんか明るいイメージあるんですけど、でもやっぱり死んだ後のことをわからない人がたくさんいらっしゃるなっていうのはあの見ています。でクリスチャンにとって死ぬっていうことはやっぱり永遠の別れではないっていうこと、だからお墓を買う人一人一人になんか伝えていきたいなと思いました。あと信仰の証拠、自分も死んだ後にこんなこの人はこんな信仰したってなんか残せるものがあったらいいなと頑張りたいなと思いました。以上です。では最後にキム先生にリスナーの皆様のためのお祈りをお願いしたいと思います。はい、お祈りしましょう。恵み会天のお父様、アブラハムはサラが死んだそのアラノのような異国人としての住んでいるヘブロンで土地を買うことを決めます。サラと自分が約束を握ってこの土地から離れなかったことを覚えることです。ここは神様が約束する場所であることを覚えることです。主よ、私たちは神様のその約束の言葉を握って歩んでいくことができますように。アブラハムは土地を買ってサラとアブラハムの家族の墓を作りますが、私たちは永遠の命であるイエス・キリストにすがり、主と共に歩み天の御国に引っ越していく、改善していく私たちになるように助けてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー。ジーザスコーリングユー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。京都にゃこさん、ツイキャスでのご参加をありがとうございます。今日の聖書箇所についてもっと詳しく知りたいと思われた方は、よろしければお電話くださるか直接教会をお尋ねください。宜野湾聖書教会では毎週日曜日の朝10時半からは礼拝、毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催しています。どなたでも歓迎します。また今日食べるものがない、今夜寝るところがないなどで困っている方も遠慮なくすぐにお電話をください。私たちはあなたのお役に立ちたいと思っています。また教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から主に宜野湾市内の小学生を対象としたハレルヤアカデミーという名前の子どもの居場所づくりをしています。希望者には夕食も準備しています。関心のある方はこちらもお問い合わせください。以上、すべてのお問い合わせ先は 098-890-1350、 098-890-1350、 宜野湾聖書教会までお願いします。
またキム先生の奥様のリー先生が毎週木曜日の夜に韓国語の教室をやっています、月謝は毎週木曜日ので週1回で、2500円です、韓国語を習ってみたい方もどうぞご連絡ください。日本聖書教会プレゼントジーザスコーリングユー、お別れの時間です。今流れているエンディングは放蕩息子というタイトルでキム先生の息子さんのサムエルが作って歌っています。私たちが今どんなに汚れ切った状態でも神様はあなたに向かってずっと両手を広げてあなたが帰ってくるのを待っているんだよという曲です。この番組はあなたのエンドオブライフにもっと寄り添いたい御国グループの提供でお送りいたしました。メッセンジャーは宜野湾聖書教会キム・トンヨン牧師、ミキサーは FM 宜野湾の出来すぎた男キャン、お相手は栗生緑でした。また来週水曜日の午後6時にお会いしましょう。ヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れします。シェキナー。すべて失ってやっとあなたの偉大さに気づきました。愛さに気づきました。来週は肉汁が疲れます。ツイキャスを今日は。愛さに気づきました。苦労してください。今までの僕を愛してくれ。では、お疲れ様です。いたと思って。